インサイドキックの基本トレーニングです。約10メートルの距離を置いて向かい合い、お互いにパスし合います。このトレーニングは両足を使って行うことが重要です。プレイヤーがある程度正確にキックできるようになったら、3人1組となり、中央の1人が足を広げて立ち、ボールがその足の間を通過するようにパスを行います。上達に合わせて徐々に距離を伸ばしていくと良いでしょう。このトレーニングではいかにペナルティーキックでゴールするかを学びます。ゴールキーパーが一般的に最も苦手な場所をカラーテープでマークします。各プレイヤー2回シュートします。正確なシュートだけではなく、キーパーがセーブできないスピードとパワーがなくてはなりません。まず目標場所を決めて、軸足のバランスをきちんと保ち、いつも同じ場所にスピードとパワーを持ってシュートできるようにします。次の段階では、より実践的にキーパーにどこにシュートするかを読まれないようにトレーニングします。シュートのトレーニングです。約10メートルの距離を置いて向かい合います。コーンで幅4メートルから5メートルのゴールを作り、静止したボールをキックします。地面スレスレのボールでどれだけ得点できるかを競います。ボールが上がらないようにキックすることが重要です。強いインサイドキックをするためのトレーニングです。10メートル四方のフィールドを作り、向かい合った辺の中央に A、B が立ちます。2チームに分かれたプレイヤーは残りの2辺に向かい合って立ちます。 A はできるだけ強いインサイドキックで B にパスします。両サイドにいるプレイヤーは同じく強いインサイドキックで、自分たちのボールを A、B 間を通るボールに当てなければなりません。これを両チームが交互に行い、得点が多いチームが勝ちとなります。チーム間の距離を広げて難易度を高くすることができます。